国鉄脇1万系貨車とは、日本国有鉄道が高速貨物列車用として1965年から製作した30トン席の貨車である。本形式から改造された形式群についても、本校に適述する。貨物列車の運転速度向上を起とし、最高速度時速 100km で運用可能な貨車として開発された車両で、類似の使用を有する古機1万系コンテナ車。 デサ1万系冷蔵車と共に1万系高速化車と総称される。第二次世界大戦集結以降、国鉄の貨物輸送は設備拡充の地帯やトラック、内航海運など競合輸送機関の拡充を受け、総輸送量に占めるシェアは全時低下を続けていた。国鉄ではこの事態に対応するため本社設置の各種委員会で主事の対応方針を検討し、うち、 貨車近代会委員会、列車速度調査委員会の決定による、貨物列車高速化の基本方針に基づき、高速運転が可能な専用機関車、専用貨車の開発に着手した。本形式は、電磁弁を用いた CLE 方式ブレーキ装置、空気バネ会社など、主治の新技術を実装し、これら新装備を検証する試作車として1965年3月に一両が製作され、 使用結果に基づき、翌1966年から古希1万系、レサ1万型と共に量産された。本形式は1968年までに191両が製作され、主に東海道、西洋九州地区各方面の主要都市間を連絡する高速特急貨物列車に、コンテナ車との並結で運用された、通運業者が扱う。 混載貨物を主とする小口輸送が本来の用途であったが、1970年以降は営業体制の変化に対応し客車と共通運用可能な荷物車との兼用車に一部が改造された。1975年頃からは小口貨物のコンテナ移行や輸送需要自体の減少もあって、 稼働率は前時減少し、国鉄末期の1985年には旅客の乗用車を同時に二重輸送するカートレイに用として一部が転用された脇ご万型への改造車を除いて国鉄時代に貨物列車への用途を創出し、1987年の国鉄分割民営化では乗用車輸送対応車のみ25両が東日本旅客鉄道、 西日本旅客鉄道の旅客2社にのみ承継された。引き続き、カートレインに使用され、JR 東日本と北海道旅客鉄道では、廃車を復活整備して需要に対応したが、列車の廃止で用途を喪失し2007年までに、本節では量産車の使用について記述し、製作時期により異なる箇所については、後節にて記述する。積載荷重30トンのパレット2役対応2軸。 ボギー有害者で、車体は、外部構造を普通構成とし、側面全部を扉として開閉可能とした、総開き構造である。側扉は四分割の引き戸で、扉枠及び扉板には、アルミ合金を用いて軽量化を図っている。側面には妻側えとの吹き寄せ部に墨柱を、側扉の合い位置には屋根を支える側柱を設けた、ほか、側面がすべて開口部となる。 車体構造であることから、大枠は重量中央部の高さを増した、漁服構造として、強度を確保している。屋根は、室内側に、たるきとハードボード製の天井板を設けた、丸屋根とされた。側面の、鴨井いぶには雨どいを設けるが、同時期に製作された、汎用有害者空き線型と異なり妻面の、縦どいは装備しない。室内は6本一組のパイプを左右の側柱に、 私た、中仕切りにより4つの区画に仕切ることが可能である。仕切りパイプは、取り外しが可能で、パレットを用いない、一般貨物の積載にも対応している。床板は4 5ト、mm、ル厚の後半である。床面積は35.9平方メートルで、1 1 0 0ト、mm、ル角の T11 系平らパレットを24枚、積載できる。外部塗色は、 側扉部が金属地肌の無塗装、屋根、つま側面下部が黄緑6号である。側扉は後年に銀色の塗装がなされた。1万系貨車用の TR203 型台車台車は高速貨車用として開発された TR203 型を用いる。貨車用では初の空気バネ台車で試作車の TR93 型を元に量産化したものである。 枕バネは6 0 0トル系のベローズ型空気、バネを用い、電車用台車 DT32 型と同一のインダイレクトマウント方式で掃除される。台車側枠は後半溶接構造で空気バネ系を TR93 型より拡大したため軸巨輪に1 0 0、mm、トルに拡大された。軸箱は腰地は筒型ゴムで軸受け全周を支える方式で、ペデスタルなどの修道部廃止と、 適度な男性指示等を両立させた構造である。台車の基礎ブレーキ装置はパックシリンダ方式を採用する。これは台車内中央に搭載したブレーキシリンダの前後にブレーキ針を接続した機構で空気圧で押し出されたシリンダ内のピストンが前後のブレーキ針を互いに遠ざかる方向に連動させセーリングを圧着させるものである。従来貨車が床下に装備していた。 ブレーキロッドを廃止、構造の簡略化と軽量化がなされた。ブレーキシリンダはゴム製のダイヤフラム。セーリンシは摩擦係数の高い合成セーリングを用いる。ブレーキ装置は電磁弁を用いて応答速度を速めた CLE 方式を採用し、通常のブレーキ管の他に元空気ため下や制御信号用のジャンパ線を追接する。連結器は密着自動連結器とされ、 周囲に空気間接続部を配置、車両の連結と同時に空気管を自動接続できる。留置ブレーキは両側の側面に足踏み式のブレーキテコを設ける。台車やブレーキ装置、連結機の基本仕様は他の1万経過車と共通である。最高速度は時速 100km で専用編成としての運用を原則とするが、 一般の貨車と並結することも制限付きで可能である。高速貨車の走行性能を検証するための試作車として、1965年3月に1両が汽車製造で製作された。車体はパレット輸送対応有害車、w ム m 8万系の構造を元に大型化したもので、床面積は35.9平方メートル、内容積は87.8立方メートルである。 屋根は天井板を設けた丸屋根で、総開き構造の側扉は、プレス加工の普通構成である。室内の中仕切りは比較のため、ワム8万系の中仕切りから表張りを省いた格子状の仕切り枠とパイプ式の仕切りとの両方が設けられた。外部塗色は、側扉も含めた、車体全体を緑2号とし、後年に黄緑6号に変更された。台車は、 性能比較のため、枕羽根が異なる2種が用意された。空気羽根台車の TR-93 型は、汽車製造東京支店製で、中高性の台車側枠に 550mm 径の空気羽根を装備する。コイル羽根台車の TR-94 型は、台車1両分のみが、三菱重工業三原製作所で製作された。台車側枠は、広範溶接構造、二連二重のコイル羽根に、 防振ゴムを併用する。軸距は共に 2000mm である。ブレーキ装置は CLE 方式で専用列車での限定運用を起としたため、ブレーキシリンダの使用圧力は一般貨車より高い 7.5kg 平方センチメートルに設定され、シリンダ直径は 220mm とされた。元空気ダメ管は車体側面下部に設けられ、 大型の供給空気ためを装備する。留置ブレーキは片側側面のみに足踏み式のブレーキテコを設ける。落成後は東京鉄道管理局に配置された。各種試験に供されて車両の基本性能が実証され、パレット輸送対応の車体構造は脇五線型に、台車、ブレーキ装置など高速走行の基本仕様は古機1万系の試作車編成に反映された。 本社は一般貨車との並結運用を考慮した仕様変更がなされた結果、自長課題となり、表記荷重通りの積載不能と判断され、量産車との共通運用には用いられなかった。試験終了後は TR-93 型台車を乗用し、荷物車代用とされて一時的に荷物列車に使用された。その後、汐留駅構内で長期間留置され、1978年に、 廃車されている。1966年に40両が川崎車両で製作された。試作車の使用成績を踏まえて、先に量産された、汎用有害車脇5000系の車体構造を訴求して、適用し、側扉をアルミ合金製に変更して、自重を約2トン軽減した22トンに収めた。屋根は試作車及び脇5000系初期車と同一の丸屋根で、 天井板を室内に設ける。床面積は35.9平方メートル。内容積は88.5立方メートルである。ブレーキ装置は CLE 方式であるが、古機一万系試作編成の試験結果や運用型の変更に基づき、使用圧力、ブレーキシリンダ系などの変更がなされた。連結作業能率向上のため、空気管の空気供給を一括開閉する。 締め切り国区開閉装置を車端部に新設した。台車は量産形式の TR203 型で軸巨が 200mm に,に拡大したが、ボギー中心間距離は試作車と同一の11、350mm のままとされた。1967年から1968年にかけて川崎車両にて50両、日立製作所にて100両の合計150両が、 制作された屋根をプレス加工鋼板に変更し、天井板を排して断熱材を直接吹き付けする工法が採用された。軽量化と製作工数低減のための設計変更で、屋根形状は前期形の丸屋根から中央部が高い角屋根とされ、側面同様のリブを有す床面積は前期形と同一の35.9。 平方メートルであるが、内容積は89.6立方メートルに拡大している。大枠中量の形状を変更し、ボギー中心間距離を前期型より500ミリメートル短縮した10、850ミ、mm、リメートルとして、台車を車体中心に寄せている。これは、車端部空気配管の偽装空間を確保するための措置で、車端部の締め切りコック開閉装置も小型化された。 国鉄スニ40軽客車派生形式も参照車両運用の効率化を基とし、小荷物輸送を行う荷物列車との併用ができる2か物兼用車として1970年から製作されたほか、本形式の後期型から59両が改造された屋根上にガーランド型通風機を設置し、室内には作業ととロールボックスパレット金定設備を追加した客車である 荷物車などと根結するため、暖房管や包装、照明など電気系統の引き通し設備を追設している。外部塗色は、種車の黄緑6号から、側扉を除く、車体各部を青15号に変更している。ブレーキ装置は、電磁弁を撤去した CL 方式とされた。連結器は、密次連のままである。台車は TR203 型のまま使用されたが、後年に、 古希腐5万系の乗務環境改善のため本形式との台車交換を行い、枕羽根を交換した TR223 バイト型とした上で使用した。荷重は荷物列車に使用するときには17トン、貨物列車に使用するときには30トンである。脇5万型は古希5万型との並結運用を可能とした脇1万型からの改造車で、 1977年から1980年にかけて25両10月のダイヤ改正で東京九州間の特急貨物列車が減少し、かつ、古機1万系使用列車の相当数が古機5万系に置き換えられたことから古機5万系の列車と並結する必要が生じたための対応である。以後の申請を想定したため車両番号は5万9000番台を付番したが、 申請はなされていない。改造は、ブレーキ装置の変更が主で、主車の CLE 方式から、電磁弁を撤去した CL 方式とし、永久ブレーキ弁を追設して、ブレーキ連達速度を維持している。連結機周囲の空気管、元空気の目管、車端部の締め切り国会閉装置は撤去された。台車は TR203 型のままであったが、 空気バネの自動高さ調整弁絞りを小型化して空気消費を抑制した。これは空気バネの空気供給源を MR から通常のブレーキ管に変更したためで本形式は1列車での連結量数制限対象車とされた。外部図書区は側扉を除く、車体各部を扉2号に変更している。1977年改造の4両は先行改造車で 永久ブレーキ弁追接のみを施行し1万、経過者とも引き続き並結可能な仕様とされた。翌年から本格改造が施行され、先行改造車も同一仕様への追加改造がなされた。改造主車は丸屋根の前期形に集中し、後期系の改造車は6両のみである。1983年からは、古寄付5万型との代車交換を行い、 同形式から発生した TR223 バイト型を装備している。落成後は東京北九州間などでパレット輸送に用いられ、1987年の JR 以降では25両全車が日本貨物鉄道に承継された。梅田駅、東小倉駅に常備され、後年には小型コンテナの輸送用として継続使用されたが、1995年までに、 全車が除籍されている。カートレインに使用される脇1万軽量客の移動手段としての自動車を同乗者と共に輸送する。カートレインに使用するため、1985年から合計36両が改造された。改造対象はすべて後期型で、車両番号の変更はない。改造時期、使用条件により、以下の通り使用の際がある。潮止め東、小倉間に設定された。 カートレインに使用する車両で、1985年に8両が改造され、翌1986年にカートレイン九州編成造強用として17両が改造された。施行は国鉄大宮工場である乗用車の積み下ろしを側面から行うため、室内の側柱一組を撤去し、残存の側柱を移設して等間隔の3室構造に改装した。 川柱の減少に伴い、強度確保のため大枠の側張りに補強部材を追加している。床面には専用パレットの固定金具を、妻面上部には通風口を設けた。20軽客車との並結運用となるため、連結面の配管、ジャンパ線は客車に合わせ配置を変更した。外部塗色は、種車の黄緑6号を青15号に変更し、側面にはカートレインの シンボルマークが表示された。積み下ろしは専用のパレットに乗用車を自走で積載、固定し、パレットごとフォークリフトで二役を行う。改造した本形式一両に乗用車三台を積載できる。青函トンネル開通に伴って設定された津軽海峡線経由のカートレイン北海道に使用する車両で、1988年に18両が改造された。所属の内訳は、 JR 東日本が給料 JR 北海道が給料である乗用車積載に対応する基本仕様は初期改造車と同一で青函トンネル区間の通過規制に対応して室内天井に煙感知器とスプリンクラーを設けているカートレイン北海道の廃止後 JR 北海道が1997年から運行したカートレイン釧路に使用中の車両について 対応車種拡大のため再改造を施した車両である。1998年に苗穂工場で6両が改造された車両寸法の大きい RV を積載可能とするため積み下ろし方式を自走式に変更している。編成の端から乗用車を乗り入れ連結された車両間を走行させて所定の位置に積み付けするもので車運車、区保線型と同一の二役方式である。 つまに出入り口となるシャッター付けの開口部を設け、床面には乗用車走行用の後半製車輪ガイド、隣車への通り抜けに用いるアルミ合金製の渡り板を追設した。車内側面には運転車用の通路も設けている。これら追加改造のため、一両あたりの積載能力は2台に減少している。改造指向車は次の通り、脇百五十三、脇百五十七。 脇1162、脇1163、脇1164、脇1188那覇29000系 29001JR 北海道において、各種臨時列車などに使用する旅客車に転用した車両で2000年2002年に3両が改造された。前節のカートレインに使用していた車両のうち、自走2役対応未実施の車両を用いている。 詳細は JR 北海道那覇2万9000計客車を参照1965年3月に試作車が完成し、基本性能に関する各種試験の後、続いて制作された古期1万系試作車群による編成試験を経て1966年から量産が開始され、同年10月のダイヤ改正から運用を開始した。当初は高速特急貨物列車。 明けぼの一往復に限定運用され、増備の進展に伴い使用列車は全時拡大した。東京鉄道管理局、名古屋鉄道管理局、大阪鉄道管理局、広島鉄道管理局に配置され、東海道、山陽本線九州方面を主とする高速特急貨物列車に、古紀1万系との並結で使用された。1969年4月に、トラックとの共同輸送を趣旨とする、 フレートライナー方式の営業体制が発足し、貸し切りのみならず、混載貨物をもコンテナでの取り扱いを可能とする複合フレートライナー貨物の運賃体系が制定されると、本形式の主要とであった。混載貨物はコンテナへ転移するようになる。有効稼働率が低下して余剰が、顕在化した、本形式は、同時期に発足した、小荷物パレット輸送対応車への転用が器とされ、 1971年以降、貨物列車と荷物列車のいずれにも、使用可能な2か物兼用車脇8000型へ59両が改造された。1978年10月ダイヤ改正では、貨物輸送量の前減傾向に対応し、フレートライナーを含む特急貨物列車も削減の対象となった。首都圏九州系統で、古期一万系を使用していた列車も削減の上で、 古機五万系への置換へが進み、同区間で継続使用される本形式の一部はブレーキ装置を古機五万系並結対応とした脇五万型に改造された。国鉄末期、余剰が状態化していた本形式の積載空間、高速走行性能を活用し、旅客を乗用車と共に輸送するカートレインへの転用が実施された。 カートレインは1985年7月から塩止め東小倉間で運行が開始され、1987年には広島駅発着対応のため追加改造の上でカートレイン九州として運行された。分割民営化直前の1986年11月ダイヤ改正時点で本形式を用いる貨物列車は梅田札幌貨物ターミナル間などに4本が、 残存するのみであった。1987年の JR 以降では、JR 東日本に21両、JR 西日本に4両の計25両が、承継された。JR 貨物は本形式の承継はなく、改造車の脇5万計25両を承継している。JR 東日本では、品川運転所に、JR 西日本では、広島支社に配置し、引き続き、 カートレイン九州に使用した。1988年3月の青函トンネル開業後、本州北海道を直通するカートレイン北海道を同年7月から運転開始するため、JR 東日本、JR 北海道は国鉄生産事業団から廃車11両を購入した。内訳は JR 東日本2両、JR 北海道9両で、 乗用車積載対応改造の上でおののを品川運転所、岩見沢運転所に配置し、既存車と共に使用した。1996年にカートレイン九州が廃止され、JR 西日本の所属車が用途を創出し、廃車された。1998年にはカートレイン北海道が廃止され、JR 東日本所属車が全廃されている。JR 北海道では、 対本州運用以外への転用を起都し、1997年に同王道等間を連絡するカートレイン釧路の運転を開始した。翌年には6両に自走に役対応改造を施し、1998年、冬季まで運行された。1999年下期にはカートレイン札幌に使用されたが、同列車を最後にカートレインの運転は終了し、 JR 北海道の所属者も用途を喪失した。自走に約非対応の3両は那覇2万9000型に改造され、残存6両は保留者のまま2007年6月までに廃車され、形式消滅している。国鉄脇5万経過者に関するカテゴリー、ありがとうございます。